ということでニュー Z 7代目となりますフェアレディ Z の現物を持ってきていただきました。すごいね、かっこいいよね。いやもうかっこいい、もう神ですね。神いやもう震えちゃいますね、本当にね。泣いちゃう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 、本当にすごいね。うん、普通ね前にするんですよ。はい、後ろに立ってる、ね、なんで本当だ、ね、もうねやだやだ本当だ。お二人がここが大好きでしょうがないんですよ。ここの話がどうですよね。もうね3回はやり直してるから、ね、そのために遅れてますから。あ、そう、これ出すためにフェンダーの流れとか、うん、下がり方、それもちょっと下がるとか、うん、あんた説明したら、はい、いやいやいや、もうやっぱりもうここのね、この何とも言えない筋肉質なんだけど、うん、決してボディービルダーのようなやりすぎていない、うんうんうん、そうだね。で我々ちょっとアスリートみたいな形にしてくれっていうふうに、ん、モデラーの人にお願いしてたんですけど、はい、まさにこう引き締まって、うんうん、筋肉あるんだけど引き締まってる、うん、それとあとやっぱりこの高さですよね、はい、テールエンドの高さ、はい、ここをどれだけ低くするか、うん、これ実は低いと空力悪くなるんですよ、うんうん、高い方が空力がいいですね、田村さんね。こうちょっと上げといた方が高速で安定性はいいんだけど、うんうん、分かった、もう空力無視していいからかっちょいい方行こうって言って、うん、スポーツカー、うん、GTR みたいなのは機能でデザインするけど、ね、フェアレディ Z は機能じゃなくてかっこ優先じゃんっていう風になって、まあ、貴婦人ですからね。はい、そうです、うん、でも本当にこだわりまくってで低くさせてあげたので、うん、ワイド&ローのこのリアビルができたと。ごめんなさいね、だからこれスポイラーついちゃってるやつは空力グレードの方なんですけど、うん、まあね、グレード2つあってスポイラーないやつとあるやつ。僕は個人的にはこの流れからいってスポイラーはかっこいいと思ってないんですよ。いやだから本当はこれがない方がなんか逆にスッとして、うん、なんかなんか僕もいらないです、これいらないですよね。いらないです、いらないです。こういうところで言っていいのかな。いやいや、いらないです。いや、でも大事なところなんですよ、ここ。しかも、うん、これないバージョンは、うん、このフェアレディ Z、これ、うん、これ初代と同じネーミングなんですけど、はい、これをトランクの上に斜めに置いてある。かっこいい。あ、そうだよね。それって、それも初代がそうなってたんで、S3 のラジオでしたね。これ本当グッときますよ。まあ、斬新ですよね。かっこいい。本当斬新。ちょっとほら、このカメラさん、ここ見てくれる？ここですよね、先ほどね、あの、はい、井出さんが言われてた、ここの部分を真っ黒にしようと、ちょっと重くなる、うん。重くなっちゃうね。うん、で、ダンスがこれちょっとね、この色にして、うん、で、ここの四角、ほら。確かに。真四角。これ、これは、これかっこいい。斬新。これは結構勇気だと思う。うん。で、僕はこのね、まあ、丸もちょっと見てみたかったなってのは個人的にあるんですけども、うんうん、ライトこのなんとかなこの葉っぽいね、うんうん、なんかこのアイライン、うん、なんとかなこの湖に浮かぶこの葉っぱでできたか葉っぱみたいな、うんうん、あれじゃない小舟あんな感じがしてこれよく持ってきたなって優しい顔つきですよ、ね、優しい、うん、優しい優しいやっぱり Z ってね優しい顔つきなんですよ、うんうん、入江さんはやっぱりさすがにセンスいいね。うん、まあ俺が言うの失礼なんだけど飛び切りだなと思ってでここからちょっと見てくださいほら3連ほら、はい、3連3連ここからこの3連がこういうふうに見えるんですよ。これはもう Z30 と一緒だよね、はい、これキャリパーの色見ました。いやスポーツカーはやっぱブレーキ重要、うん、本当にこれヒデさん、はい、あボディと同じ色してますね。そうなんですよ、はい、これ実は、うん、はいこのキャリパーのメーカーの社長さんが Z クラブの会長さん、うん、で、うん、ボディカラーと同じ黄色に特別にしてくれてこのこれね限定だけなんでごめんなさいこの限定240台だけで終わりです。もう240台予約終わってるの今から抽選なんですけど予約終わってますね。なんか1万人を超えてるんで今どうしよう。すごい普通の赤です。あこれ軌道でもこれが成功、ね、この色味がこのキャリパーが作れたのはもう本当にその方だけ。そうまた作ってよ。いいね。緊張する。めっちゃ緊張する。ご意見を。なんか久しぶりになんか車を触ったらこんななんかすごいいい車なの乗っちゃってすごい緊張する。中に入ると、うん、かっこいいわ。
なんだろう、なんか操縦機関の 中にいるかのような。うん、かっこいい。いやかっこいいな。ねえ、かっこいいよね。いい感じ、いい感じ。じゃあちょっとお願いします、土屋さん。はい、土屋さん、これ外しちゃっていいですか。うん、はい。かっこいいじゃん。気をつけて、気をつけて、よいしょ。あとこのなんかさ、このシートのこの横の黄色がまた、はい、どうですか。いいじゃないですか。ボディカラーと合ってるでしょ。いいんじゃないですか。メーター雰囲気出てる。ああ、どうしましょう、ともいい。いいね。よく一緒にしてんだ。そうです。ああ、三連メーターいいね。Z って感じ。そうですね。エンジンかけちゃう。クラッチ踏んでいたら。これも何マッチ？V6 だよね。はい。そうだよね。いや、まだついてないと思います。自走してる。通称次用名。これは多分運んできた。トラックで。トラックで。次用が考えてくれた。まずいもんね。そうですね。まだです。へー。レッドゾーンがこう上から左メダル黄色パチッとあったところと、ボディカラーの7線があったところでシフトアップとか。あー、なるほど。やつのアイデアで、彼のアイデア。キャリパーのメーカー、はい、いいじゃん。だけど普段はこれじゃなくて、例えば会長さん。ねー。でそれでこのキャリパーの色をボディカラーと同じように作ってました、うん、限定で。ノーマルをして、普段はそれで走ってて、それでなんか強す。はい、なるほど、ノーマル。どうですか、土屋さん。いや、かっこいい、メーターも。メーターもかっこいい。で例えばこれを、これはまずいな、メーターをちょっと、はい、今、今やっちゃった、うん、これをエンハンスなんていうのにすると、うん、ちょっとこうなんかいろいろな情報を真ん中に置いて、一応タコメーターも見えるんだよ。はいはいはい。で、まあもしかしてワインディングとかサーキットなんか行ったりして、うん、スポーツ行くときはもう真ん中にタコメーター置いてると。なるほどね。スピードメーターと、うん、まあギアの位置と、うん、エンジンオイル、はいはいはい、もちろん水温、うん、しかもバカでしょ、デフオイルまで温度が。いいね。でここなんかも見ていただきたいんですけど、ブーストは普通ですけど、盛り、うん、はいはい、上がってるな。タービンの回転数ゲージっていうのを入れたんですよ。へえ。宇宙に移る人、タービンっていろいろブーストとかコントロールするけど、うん、タービンの回転マックスまでは見ないんで、見ない見ない。やっぱそういうことも知ってもらおうと、うん、昔日産が3人に4系つけたでしょ、うん、これでオイルクーラーってか売れるようになったじゃないですか、うん、れうん、あれと同じで、うん、ターンももう回転数守ってねとか、うん、あ、はいはいはい、こういうやっぱりお知らせしてみんなに理解してもらおうと。この膨らみ素敵ですね。これまあ G メーター、おっしゃる通りの、ね、この G メーターいいね。ね、さっき走るときなんかね、はい、分かる。いや、かっこいいわ。だから一切、うん、かっこいい、かっこいい。いいんじゃないの、ちょっと。いいですか、土屋さん。いいんじゃないの。いいですか。いいよ。うわ、ちょっとね、ちょっと私実は気になるところなんですけども、はい、正直言ってね、これあれですね、ガソリン、はい、はい、なんですけども、大きいよね。大きい。確かに。え、なんでこんな大きいの。ちょっとそこはちょっと気になるんですけど、うん、なんでこんな大きいの。まあ、いろいろ事情がありまして、はい、まあ、その一つはこの位置がもう決まってたんですね、はい、で、はい、それに対してこの膨らみをできるだけ外に外に作ったがゆえに、はい、はい、どん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 この大きさが大きくなってそうか、もっと絞り込んでたら、あの、もっと絞り込んでて痩せっこけてたら、うん、ここに近い位置だったら小さくてするんですけ ど、 なるほど、どん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 この位置からここまで離れていくっていうことは、いつ気づくの。いや、最初から気づいてたんですけど。気づいてたんだけど、はい、どうする、フェンダー出したら、うん、これ丸いのでかくなるよ。けど、なるほど。いやいやいや、もうしょうがない、うん、これ見るとさ、なんか電気自動車かなみたいな。あ、いや俺もプラグイン。いや俺もさ、将来的にね、うん、なんか、あ、将来的に電気でもできるよね。できるように。さすが深読みっていうふうに俺は思ったんですよ。あ、これね、それかなと思って。でも気にはなんないですね。でも逆にこれはこれでまた味になるっていうか、うん、面白いっていうふうにみんな思い出すから、うんうん、さあ、ということで今回はとにかく Z の世界を堪能されたと思いますが、はい、いかがでした。いいね、もう本当に日産様々よくぞこの時代に出してくれましたっていうね。本当にそう、今後なくなってくんだよこういう車って。うん、2035年から世界中が電気自動車しか作んないんだから、うんうんうん、よくぞ出してくれました。ありがとうございます。いや本当にありがとうの車。もう日産の底力よこれ。ペリーさんはいかがですか。いやもうすごい最高ですよね、うん、でもこれね、正直言って
このね、うん、やつはもう200台限定で、うん、もうそれこそもう申し込み終わって、うん、いや抽選になるって、まあ、1万人以上の方がね、うん、応募ってことなんで、そんなこと言わずに、うん、じゃんじゃん出してほしいですよ ね、 ねありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日産自動車さんからプレゼントをいただいております。詳しくは番組のホームページ、またはツイッターをご覧ください。チャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。